お金の話の前に聞く？この近所にね、アパートがあって部屋が空いてるんだ。しばらくそこに寝泊まりしない？大家さんが私たちの活動に好意的なの。ああ、助かるよ。じゃあ、こっち。上、どんな感じだった？まあ、混乱していたな。だよね。ごめんね、巻き込んで。軽率だったって反省してる。俺のことなら気にするな。これは仕事だ。うん、分かった。シンナを憎む気持ちも分かる。うん。全然何かしなきゃっていう。バレットたちと揉めなかった。ああ、向こうがどう思ったか知らないけどな。そう、心配だったんだ。クラウドは喧嘩ばかりしてたからね。そうだったかもな。テレビに映ってた8番街、映画みたいだった。ニュース番組もシンラが作ってる。奴らは平気で嘘も垂れ流す。じゃあ、あれも嘘だよね。いや、そっか。ここなの。名前は展望層。部屋は2階ね。回収した代金はそのまま受け取って。来たばかりで何かと入りようでしょ。助かる。それでも足りない分は後で渡すね。今バレットもお金をかき集めてるから。今日中にもらえるなら構わない。マーレさんのおかげですぐここになれたんだ。ここは長いのか。もう5年かな。そんな話より集金集金、次が最後の武器屋さん。